大富豪とは、知性、品性、エレガンスを兼ね備えた人物。気分爽快マックス。兄貴さんって大富豪、超がつくほどのね、借金苦の女が兄貴に弟子入り。爽やかさ語り、その悲壮感たっぷりの顔もちゃうしね。人生はドラゴンクエストや、いろんな経験値の集積やねんで。ダジャレは頭の回転早する。新しい発想を思うよ。わかる場合じゃん、凶悪君。はい。ちなみに借金っていくら？800万円ちょっと。安っ安っ。お金持ちには分かんないんですよ、私の気持ちなんて。探しましたよ、翔子さん。これでどうや。え、リュウさん立派ですね、どっかの成金と違って。いや、むしろどっかの成金の影響なんだけど。夢を追う男の物語、夢が人を幸せにする。そんな兄貴がまさかの苦境に立たされる。こういうとこさ、わら言うだろ。動かなきゃ始まらない。周りの人たちは町の至る所に神様がいるって信じて敬っとる。感謝の達人や。友の歌何も変わらへんで。自分を変えたい大人たちに捧げる開運ムービー。神様はバリにいる。仏様エコバッグに入れんなよ。すいません。